怖い話ベスト。はい、今ちょっと怖い感じで読んでみたんだけど、ベストって言葉は別に怖くねえな。動画のご視聴ありがとうございます。夢咲みむです。怖い話ベストというゲームをね、多分単発になると思うんだけど実況していこうと思います。まあ今、探し物は夏ですかっていう夏らしいゲームやってるんですが、まあ、爽やかなのもいいけど、やっぱホラーもね、夏には味わいたいってことで怖い話ベストやっていこうと思います。始める。消えない手形。おーい。気になるものがいっぱいあるね。シーズン3まであるし。あ、単発って嘘かもしれない。まあでもその、一つ一つで話終わるやつだから、シリーズとしても単発としても楽しめる感じかな。はい。では第1夜、消えない手形。投稿者荒川翔太さん。では読んでみましょう。はい。消えない手形。投稿者荒川翔太。名前、読み方合ってるよね。お、そう、これね、ただ読むだけじゃないんだよ。サウンドだったり、いろんな要素で怖さが味わえるみたいなんで、そこも楽しみにやってみましょう。去年の夏に、友達4人と、関西では怖いと有名なトンネルに、肝試しに行った時の話です。あ、肝試し、行ったことねえな。その日、僕らは飲みながら、車でトンネルに向かいました。トンネルに着くと、みんなテンションが上がってしまって、挑発してしまいました。おー、芝居たるから出てこい。関西だ。とはいえ、何も起こらず、面白くないからと帰ることになりました。トンネルを抜けて帰ろうと思い、車を走らせて、ちょうどトンネルの真ん中を過ぎたくらいの時です。過ぎたくらいの、ちょっとイントネーションがおかしくなりました。おお、今スマホが振動した。車がドーンと鳴ったのです。はあ、車を止めて、外を見ましたが、何も異変がありません。しかし、おかしいと思い、おかしいと思いつつも、車を走らせようとした。その時です。おーっと、子供かな?ハロー。ごめんなさい。ホラーゲームやってる割に、ホラー耐性は強いですよ。3人か。いや、これは、1、2、3、4、5、6、あ、3人、あ、結局3人だわ。両手でやってるとして3名いますね。すごい数の手が、車全体に襲いかかってきたのです。僕たちは、酔いも覚めて、恐怖に包まれて、何回も言いました。あ、芝居たるわじゃねえ。ごめんなさい。ごめんなさいと。芝居たるわ、芝居たるわって言ったら面白かったな。すると、その現象は収まり、車の周りを見てみると、おお、すごい数の手形がついていました。僕たちはビビりながらも、ガソリンもなかったし、車はきれいにしたかったので、とりあえずガソリンスタンドに向かいました。道中、車内での会話は一切ありません。ガソリンスタンドに着くなり、とりあえず車を拭いてと頼みました。すると、車を拭いているバイトの子が僕の元に来ました。すいません。車、いくら拭いても綺麗にならないんですよ。おお。僕は、どういうことやねんと大声で聞くと、関西弁。その子が言った言葉に気絶しそうになりました。なんだ?おお、内側から!あ!出せーって言ってたのか。入れるもんじゃなくて出せーって言ってたんだ、あの手形。え、絶対リアクション間違ってる。この手形、外からじゃなく、中から、ついてますよ。嘘やと思うんやったら、言ってみてください。本人の手あるじゃん。大阪城のどこ飛んでる、どこと、終わり。終わり。どこ言ってたら終わっちゃった。あ、でもこれあれだね。結構サクッといけるから、次行っちゃいましょう。次。じゃあ、第2夜。あっち、ダメ。投稿者、大島さなさん?さよさん?どっちだったかな?さなさんだね。はい。ごめん、独り言のツッコミが多い系の実況者なんですぐ追いつかなくなりますね。まあ、トータル15分から30分ぐらいの動画にしようかな、じゃあ。あと、女性か。これは娘がまだ2歳ぐらいの頃。あ、いいね、夏らしい。ある夏の日に体験した話、夏らしいも何も夏の話だった。当時私は頻繁に実家に通っていた。共働きの両親の代わりに。なるほど。認知症の祖母の介護をするためだ。あ、喋り口も違うね、さっきの人と。いつものように家事を済ませ、いつものように支度を済ませ、いつものように自転車に娘を乗せて、いつもと同じルートで実家へ向かった。あ、日常を過ごしたんだね。今日も暑いね。
なんて娘に話しかけながら会場に走っていた。ある信号で止まった時だった。娘が急に言い出した。あっち、ダメ。娘が言うあっちとは、実家に行くのに最短の、いつも通るルートだった。いつもはそんなことは言わないのに、私は不思議に思い言った。ばあちゃん待ってるよ。それでも娘は言う。あっち、ダメ。ダメよ。ダメよ。結構おませさんだね、女の子。結構喋り口調が上品だった。ママ、ダメよ。ダメよ。ダメよ。あ、ダメよ。ダメだって、お母さん。もうすぐ信号が変わる。私は最短ルートで行きたい。どうする、お母さん、選択肢出てくるか。まあこれ体験なんだから選択肢はねえな。でもなんだか違和感があった。いつもならなんだ。ばあちゃんちレッツゴーとルンルンな娘が、レッツゴーじゃない、レッツゴーなんだ。必死に拒んでいる。私は渡るのを諦めて、とりあえず娘に聞いてみた。なんであっちはダメなの。すると娘が一言。なんだ、なんて言った。赤はダメよ。確かにね、えママ、赤はダメだね。確かに赤は止まれとは教えたけど、別に私は赤で渡ろうとしていたわけではなかった。よく理解できなかったが、娘が頑なに嫌がるので仕方なく遠回りをするために右折した。おー、ナイス、お母さん。右折したその直後だった。お、直後。あ、ダメだったわ、あっち。あっちダメだったわ。背後で凄まじい音がして、おお、ドーン。私は自転車を止めて振り向いた。私が渡るはずだった信号で、しかも衝突事故起きちゃってる。車と自転車が衝突していた。自転車の人は、あーっと絵があるんですね。ヘルメットの間から血が滲んでいた。あまりの事態に半ばパニック状態の私だったが、娘が発した一言に凍りついた。なんだ？ママ、赤。血の色か、赤だね。え、それともママが赤になってたの？終わり。あ、赤ちゃん、赤だね。確かに赤ちゃんいるわ、赤だ。なるほどな。いや、これ娘さんの最後の言葉どうとも取れるな。血を見て赤って言ったのか、お母さんに何かがついてて赤って言ったのか。次行きましょうか。はい、呪われた人形、投稿者西山あやねさんかな。あやね。はい、これで終わりにしようか。第3夜3つぐらいがちょうどいいかな。これも女性かな。呪われた人形、投稿者西山あやね。これは私の住んでいる町内で語り継がれている話です。私の町内には昔ある一家が住んでいました。その一家は夫婦と娘の A さんという家族構成でした。もともとは4人家族で、 A さんには姉がいました。そのお姉さんはまだ A さんが赤ちゃんの頃、あ、出た赤ちゃん、家が何者かに火をつけられて、うい、火つけられた、大火事になって、あ、ごめん、亡くなっちゃった。早い、ちょっと待って、すごいスピードで亡くなっちゃった。あ、そっちまで戻るんだ。ごめん、ちょっと飛ばしちゃったから仕切り直しね。呪われた人形。はい。投稿者、西山あやね。さっきやったね。テイク2。一行でした。戻った結果、一行でした。大火事になり、亡くなってしまいました。その時、A さんは母親と同じ部屋で寝ていたので、助かったそうです。それから数年経ち、A さんが小学生の4年生になったある日の休日、両親は出かけていて A さん一人で留守番をすることになりました。なるほど、4年生か。 A さんは暇つぶしに押し入れを漁っていると、おー、日本人形、こんにちは。日本人形を見つけました。見つけた。じゃあずっと前から知ってた日本人形じゃなかったんだ。その人形は A さんがまだ赤ちゃんの頃に撮った家族写真に写っている。お姉ちゃんが抱っこしていた人形にそっくりでした。あ、じゃあお姉ちゃんの人形だったのかな。その人形を気に入った A さんは自分の部屋に飾ることにしました。でもなんで押し入れにあったんだろう。そうして人形を見つめていると母親が帰ってきて
A さんの部屋のドアを開けて入ってきました。おかえりと言いながら A さんがドアの方へ向くと、ドアの方を向くとか、母親は青ざめた顔で人形を見つめていました。この人形どこで？息を詰まらせながらそう言いました。押し入れの中にあったよ。嘘、そんなはずはかって感じだけど今のエフェクト。母親はそう言うなり人形をつかみどこかへ行ってしまいました。以前父親から姉が死んでしまった時に A さんの育児を放棄するほど母親が落ち込んでいたことを聞いていたので、 A さんは変に思いつつも姉のことを思い出して取り乱したんだろうと思いました。なるほど、まあ、確かにその可能性はあるな。その夜せっかく見つけたのに残念だなと思いつつ、うん、食事を済ませ自分の部屋へ入ると机の上に、おっと、あの人形が置いてありました。 A さんは驚きましたが、母親が置いてくれたんだろうと思い寝ることにしました。どうなんだろう、これ母親が置いてくれたのか、それとも。夜中の2時頃、 A さんはなんだか夢見が悪くて目を覚ましました。ふと人形の方を見るとドアの方に向けて置いたはずが自分の方を向いていました。おお、なんだか気味が悪くなりドア向きに人形を置き直し再び寝ることにしました。次の日目が覚めて見えた光景に A さんは声を上げてしまいました。なんだ、置き直したはずの人形が自分の方を向いていたのです。声を聞きつけ母親が駆けつけてきました。どうしたのというなり人形を見て母親は絶句しました。かっ、なんで、どうして。そう言うと人形は静かみにし、これお母さん捨てたんじゃない、捨てたんだけどなぜか戻ってきてたっていうことか。庭へ駆け出しました。 A さんも母を追って庭へ行ってみると、なんだ、あ、燃やしてる。母親は人形を燃やしていました。母親は息も荒く激しく取り乱しているようでした。しばらくして A さんが見ていることに気がつき怒鳴りました。早く学校へ行きなさい。 A さんは慌てて用意を済ませ家を出ました。昼休み A さんが昼食をとっていると先生が息を切らせながら A さんの元へやってきました。 A さん、お母さんがバイクで事故に遭ったそうよ。A さんは急いで病院へ向かいました。あの人形のせいだ、きっとあの人形にはお姉ちゃんが取り付いているんだ、私だけ助かったのを恨んでいるんだ。 A さんはそう思いながら母親の身が心配でたまりませんでした。これ火事で亡くなったのに火を使ったのがまずかったんじゃないか。病院についてみると母親は頭を打ったものの意識はありました。 A さんはほっとしながら母親に話しかけると、母親は事故のことを話しました。あの人形、今朝燃やしたはずなのにバイクでいつも通り通勤していたらミラーにあの人形が映っていたの。ミラーに映ってたの？え？高速移動人形？それで驚いてそのまま車に突っ込んでしまったの。そりゃ驚くわ。 A さんが尋ねます。ねえ、あの人形は何なの？あの人形はね、まだお前が生まれていない頃お姉ちゃんがどこからか拾ってきたものなの。気味が悪かったけどお姉ちゃんから取り上げようとすると泣くものだからしょうがなく置いていたんだけど、母親はそこで息を詰まらせ絞り出すようにこう続けました。あの火事の日お前を助けた後お姉ちゃんを助けにお姉ちゃんの部屋へ行ったの。火の中にかすかに動く人影があって慌てて手を引いて外まで走って、そこまで言うと母親はわっと泣き出しました。どうしたの？お姉ちゃんは、あれは絶対に人の手の感触だった。でも
手を引いていたのは、あの人形だったの。きっと人形は A さんのお姉さんが持つ前から呪われていたのだと思います。増えてる、一体増えてる。後ろに、あの火事が起きた後、人形はすぐに神社に預けていたのだそうです。その後家族は引っ越したようで、その後のことを知る人は町内に誰もいません。おしまいかな。終わり。アイバーテイル出た。詐欺広告。こっちに来て助けて。これを握って。ダメだマスター。ダメだ、やめとけ。あ、遅かったか。これナイフ、あなたの指紋がべったりをしたいから協力してくれればね。嫌ですよ。まあ、なんだって。突然モンスターを連れた弱番な男でかわいそうな女の子を警察どっちの話を信じるかしら。ちょっと今、動画撮ってます。動画撮ってるんで、あなた疑われます。さすがに、助けちゃった。こんなゲームではございません、エヴァテイル。多分。やったことないけど、みんなの情報から見るようにこんなゲームじゃございません。はい、ということで怖い話ベストでした。第3夜まで見てみたんですけど、これあれだね、投稿者によって語り口調とかも違うので、怖い話の怖い内容も面白ければその話し方が違うのも一つ味として楽しめましたね。はい、では今回の動画は多分めっちゃ短いと思うんですが、たまにはこういう動画もいいかなと思ったので、少しでも怖い雰囲気を味わえてもらえたら、まあ邪魔しちゃったけど怖い雰囲気減少させちゃったかもしれない、ごめんなさい。まあでも逆に言うと怖い話苦手だよっていう方も面白く楽しんでいただけるかなと思うので、怖いというか面白く楽しく見ていただけたらなと思います。まあ、皆さんも怖い話こういう体験したことあるよっていうのがもしあればコメントとかに書いていただけたら幸いです。あとまあ自分も怖い話体験談持ってるので、まあうん、雑談動画的なのを出したらその時に言おうかな。そこも気になる方はよかったらチャンネル登録とかして、その雑談動画とか出る時に見てもらえたら、その待っていただけたらと思います。では今日の動画はここら辺になります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなんかしていただけたら幸いです。チャンネル登録者様500人目指して毎日投稿頑張っておりますので、よかったら応援や拡散よろしくお願いします。ではまた次の実況でお会いしましょう。夢咲みむでした。バイバーイ。